皆さんどうもこんにちは、浦吉です。はーい、ということでね、今日はね、何を起こすのかっていうと、はい、ハイパーギャンコっすね。うん、まああのね、なんだ、皆さんフミナパイセンつってるけど、僕ね、あのハイパーギャンコ、うん、ギャンコの方が好きっすね。ギャンコ、うん、ね、あれカオル子だっけ、カオルだっけ、ちょっと名前忘れてたけど、あのアニメ見てないんでね。どっちだっけ、カオルだっけ、え、あ、カオル子だ、カオル子ですね。うん、まあ、これね、最初のスーパーフミナと比べるとね、まあ相当パワーアップしてますね。いろんな意味で、うん、ほぼほぼもう別物と言っていいでしょう。うん、顔のスキルとか、まあ、顔のスキルは一緒なんだけど、見てほら、最初のさ、スーパーフミナは広かったじゃん、顔。そんな問題ないでしょ。十分これでもいけてると思うよ。再現できてると思うよ。うん、わけのわかんないパーツ構成なんだけど、それにつけても、プロポーションとかさ、バランス、うん、全体のバランスね。何より表情がさ、わけのわかんない構造だけど、良くない？相当なレベルアップだよね、レベルアップ。うん。まあ、今のバンダイさんのガンプラじゃなかった、ビプラすげえけど、その、スーパーフミナがひどかった頃から、今のさ、30MS に移行する過程のものみたいな。ガンダムの MS というところの、なんだ。シャア専用ザクは、量産型ザクから、高機動型ザクに移行する過程のものみたいな、そんな後付けセットあったじゃん。うん。シャア専用ザクっていうのは中身はほとんど別物で、量産型ザクと高機動型ザクの間にあるのはシャアザクみたいな、そんな適当なね、後付けあったけど、こいつで。うん。まあ、そんな感じで、これバンダイさんのビプラがね、進化する過程のものみたいな、うん、ひな型になったんじゃないですか、30MS の、MS のね。うん。だって、文句ないもん。これに関しては、俺言えば。うん。でね、みんな、フミナパイセン言ってるし、最近ね、フミナパイセンの、何、まあ、いろんな巨像とかさ、うん。まあ、あともう新作つってももう3年前だけどさ、うん。まあ、新バージョンのね、スーパーフミナじゃなくて、フミナパイセンバージョンの、ドラマが出たりとか、とにかく踏み直しなんですよ。常に踏み直し。うん、エロフィギュアとか。なんでギャンコしてくんねえんだろうと思ってみんな。ギャンコしてよ、ギャンコ。俺ギャンコ好きなんだよね。だからね、この前っていうかね、これ買った時だからもう結構前だけど、ヨドバシさんで買った時にね、なんか、ギャンコさ、可愛くないけどさ、ムチムチしてて好きなんだよね。そうそう、わかるわかる、つってメガネかけたさ、太っちょのさ、まあ、彼女いなさそうな、やつらがさ、ね、言うにこと書いて、ね、ギャンコ可愛くないけどさ、ムチムチしてていいよね、とかって言って、どの口言ってんだって話だよね。なんだこの野郎。おめえらもムチムチしてんだろってこの野郎って話。はい。そんなことだよね。うん、体もムチムチしてるし、自分のこともムチっていうね。ダブルでムチムチだよね、ほんとに。誰も得してないよ、そのムチムチはね。はい。そんな感じでね、開封していきましょうね。はい。開封。本当にね、進化したと思うよ、俺。うん。ギャンのパーツが入ってます。ギャンって言えばあれか。これあれじゃん。武器セットのやつか、これ。いきなりこのギャンのね、武器が出てくるっていうね。どうせ色塗らねえし、組んでみようかな、これ。さっさと。うん。どうせ、塗る気ねえしな。このわけのわかんないね、顔の構造、パーツ構成なのによくできてると思う。このわけのわかんない、この構造なのにね。今はもうタンポン印刷がね、主流ですよね。っていうか、タンポン印刷以外ねえだろうっていうね。タンポン印刷か、まあ、デカール。うん。まあ、こんな感じ。もう、よくできてるよ。最初のスーパーフミナとは比べ物になんない。エッジバリバリ立ってますね。うん。みんなが大好きなこのね、エロい部分ですね。うん。これだけ強いにしようかね。うん。パーツ量あるね、これ。うん。このね、物着をかます、この、
これ。で、LINE のこれ。LINE のなんかその、あれじゃん。LINE にあんじゃん、こういうの、目のさ、スタンプ。うん、そんな感じですね。なんだよ、この、このわけのわかんねえ、この中途半端なこのシール。水天使とは言わないけどさ、ドライデカールにしてくれよな、これ。何これ。まあ、このくらいだったら俺書けるしね、ぶっちゃけ。書けますよ、自信あるもんね、英語もいいから。嘘つくんじゃねえよっていう人はね、僕のね、書いたイラスト集見てくださいね、はい。うん、書けますからね、うん。エナメルで書くんですよ、エナメルで。うん。書いてうまくいったら、ラッカーでコートして、またエナメルで書いて、またラッカーでコートしてを繰り返すんですよ。うん、できますから、根気の問題だからね、はい。で、ここになんか、どうでもいい、チラシが入ってますね、これ。トリスタン。いいケツ。なんだったんだろう、トリスタンって。まあ、今となってはプラも欲しいけどね。ああ、そうそう。そういえばさ、MG の、ナラティブガンダム、バージョンカドキのさ、何型装備だっけあれ。B 型だっけ何型だっけあのなんか背中にさ、洗濯バサミみたいなのついてる、なんじゃん。洗濯バサミ。あの洗濯バサミがついているさ、オプションパーツの入った1万円バージョンと、そのオプションパーツだけの3000円バージョンがプレ版で出るけどさ、なんでプレ版やねんっていう、でっけえ、おっぱいだな、これ、おい。なんでこんなでっけえな、これ。これなんか、乳首の部分取ってんじゃん、これ、ほら。うわ、これ、あーこれも、あっちゃー、これ、あこれ、あっちゃー、これ立ってるよ、これ、乳首、これ。これ、組むしかねえじゃん、これ。組むしかないじゃん。もう、組む以外の選択肢を知りたい。うん。で、その、ひげ型装備が、プレ版なんだけど、なんでプレ版よって。あ、それ、もったいつきんじゃねえよな。ちょっと欲しかったのに、あれ、俺。ガンダムベースキメ東京限定でさ、HGUC で買ってるんですよ、洗濯バサミみたいなのがついてる、ね、割り箸みたいなのがついてる、あれ。買ってんだけど、あれ MG で欲しかった。MG、かっこいいよね、あれね。うん。ほんと、やめてほしいよ。例えばあれだね、ナラティブガンダム結構当時、発売当時さ、これすげえ余っててさ、売れ残ってたけど、今はないね。多分今頃みんな欲しくなってると思うよ。シーガー装備の、なんかかっこよさを見て。うん。そういえばね、シランジスタイン、ナラティブバージョン、バージョンコタキもね、なんか知んねえけど、見かけなくなっちゃったね。うん。意外に俺ね、ナラティブあんま評価してないせいで、買ってるからね、ちゃんとね、俺。うん。まあでも本当に、プレ版なのマジでちょっともうイラッときたわ。一般版で、なんでどうでもいいさ、ビルドパーツを一般で売ってさ、ナラティブガンダムの拡張パーツのキットをさ、プレ版なんだよ。もう、怒るよ、ほんとに。こんなん、これ、ナラティブガンダム、この一番つまんねえじゃん、この C 型装備が。なんだっけ、あれ。何型装備だっけ、洗濯バサミみたいな、割り箸みたいなのついてるやつ。ちょっと誰か教えてください。ちょっと調べる気も起きねえよ。はい。まあ、そんなもんでね、プラキシスやばいわ、よし。